今回は、もうかし編です。東西の北関東駐車道、南北の国道294号線、408号線、えー、バイパスという感じで、交通の面、えー、面では、やはり、車の面がね、えー、では、えー、かなりですね、東西、南北と行きやすいエリア。 鉄道は猛火鉄道が走っておりますが、利用者は比較的少ないエリアになってますよね。まあ、もからですね、下立の方に行く鉄道なんですけども。まあ、元は JR 猛火線だったというのが、えー、鉄道になっているという。で、猛火の駅のあたりが、えー、市街地となっております。 福月の駅から始まり、えー、寺内、猛火、えー、西大、北山、えー、この辺りですね。隣が益子、えー、北が羽賀。で、宇都宮にも比較的近い、えー、市になっています。で、え猛、ー、火ですね、工業の面が非常に盛んでして、猛火のインターチェンジ周辺、国道408号線、 周辺ではですね、ーー第1工業団地、第3工業団地、第2工業団地とえ、非常にこう大きな、えー、工業団地が国道沿いにあります。東西は県道47号線で上三河の方に、で市街地の方に入るのが県道47号、46号になります。県道61号は北側の市街、羽が、えー、この辺りのブに行く県道になります。 で、川がですね、えー、南北に非常にこう多く流れておりまして、西の境は絹川、えー、真ん中には五行川、東には五海川とあります。で、その五海川を抜けると山の方になって、茨城県との境にもなっております。さか桜川市と、えー、接しています。もう少し紹介していきます。 旧芳賀郡の中心となっておりまして、1954年に申請されております。人口は7万7千人程度。脳症、工のバランスが比較的大きいのが特徴でして、えー、昭和30年代に内陸型の工業団地が形成され、造成が進んで、さらに東京から100キロ圏内ということもあって、高度経済成長に乗って多数の工場が進出してきたと。 隣町の上三河町に日産の栃木工場、芳賀町にホンダの栃木研究所があることから自動車の関連企業が多く、電子機器、工作機械、非鉄金属、食品加工などの工場も立地していて、えー、商業面でもですね、えー、地方都市として小規模な商店街が中心部にあると、えー、いうことで、えー、総合スーパーベイシアモ,モカ店も進出しております。 2005年にはイオンスーパーセンターが2005年日本コロンビアの工場跡地にオープンしています。農業面では水田が主。作物としては米、いちご、ナス、メロンなどの栽培。土地乙女、スカイベリー、土地愛カの栽培品種があります。工業団地は国道408号沿線。第4は国道294号沿線、モーカーインターチェンジに隣接して、 えー、造成されております。非常に大規模な工業団地。ですね。地形は関東平野北端に位置することで、えー、ま、絹川の低地、えー、そしてまた五行川の方の低地という形で,で。さらに山地は東にありますけれども、低山が多く標高100から200メートルくらいとなっております。高校は毛岡高校、 えー、盲女子高校、盲火工業高校、盲火北、北陵高校、県立高校が4校。美術館が町角美術館と渡辺四塾区美術館。えー、盲私立図書館、私立二宮図書館、科学教育センター、自然教育センター、えー、との施設があります。久下田郵便局と盲火郵便局が、えー、地域の周波を担当。 鉄道名は、猛火鉄道、JR 猛火線を承継した第三セクターとして、土日祝日を中心に臨時列車として SL 猛火なども運転されております。その猛火線、六、えー、6駅が、えー、この猛火市内にあるということですね。一応これが南北の交通も。バスが、えー、JR 宇都宮駅、行きだとかですね、えー、石橋駅行きなどで、えーまあ、運行されております。 道路は北関東動車道、ーガインター、絹、えー、テクノ通りに接続。国道121号、294号、408号。まあ、408号は絹テクノ通りとも呼ばれていて、工業団地が非常に多いということです。県道は44号、45号、46号、47号、61号。中心部の県道が47、46、61ですね。道の駅にのみやがあります。 日本一の恵比寿像がある大崎神社や大規模都市公園、伊頭公園が、えー、で有名な観光名所になっております。SL96 館は、伊、え、賀、ー、頭公園に展示されていた、えー、国鉄9600系蒸気機関車が猛火いに設置されるのを機に、格納庫、展示船、売店などを整備し、展示館として開館した、という風になっていますね。まあ、儲かせ、 蒙古駅なんかの駅舎はですね、えー、SL をモチーフにしたような駅舎になっております。また、蒙古市の久保高度が国登録有形文化財、久保記念観光文化交流館、佐田次郎記念館として有名で、美術評論家の久保佐田次郎のデータカートを回収した施設として有名になっております。また、イチゴ狩りも、えーま、農業が盛んということで有名になっております。 それでは地図を紹介していきます。猛火の中心部と、ま、区ゲータのあたりが古くから発展していたエリア。で、基本的にはこう、全体を見ても、低地が多くですね。西の絹川からですね、低地が続いているエリアになっていますね。で、東側に少しこう、山合いがありますけども、低山が多い山なので。 全体的には、えー、この低地が目立つエリアになっておりますね。猛火か,から、まあ中心部から東、まあ、にかけてとか、北西にかけてとかですね、えー、道が連なるようになっていって、中心部がこの辺り。まあ元は猛火線だったということって、猛線が通って JR の、現在は鉄道になっている。 グゲタのあたりから工業団地がど,どんどん進出、高度経済成長期から進出してきた。ただ、まだですね、インターチェンジがないので、アクセスが良くなってからさらにまたですね、多くなって。標高200メートルくらいの山。で。まあ中心も と、まあですね、中心部が発展し、まあ少しこう、駅が外れたところも発展という感じですね。で、えー、現在は東側が農地だとかが多くて、えー、西側が工業というですね、バランスが良くなったという感じになりますかね。観光農園とかは、えー、 東側に多く、自然観察センターとかですね、いちご団地だとか、そのあたりは、東側、西側、ですね、工業団地だとか、まあ、絹川のあたりは自然公園とかもあるんですけどもね、まあ、えー、川沿いには桜の名所があったりだとか、北側にイガ公園があったりとかっていう感じですね。現在の地図です。中心部が、えー、猛海域のあたり、そして西側に、 工業団地があるエリア。インターチェンジの周辺部ですね。絹川のあたりはですね、四川公園とかもあるんですけど、テクノ通りと呼ばれているぐらいですから、工業団地が非常に多いことが伺えます。国道408号線。東側にバイパスですね。伊頭公園のあたりが北端になっておりまして、そこから羽賀,羽賀町になります。このあたりが工業団地。 中心部を行くのは国道294号線の方ですね。で、やはりですね、えー、低地が多いということから稲作ですとか、いちごとかの生産、盛んですね。東側に、えー、緑がある。低山が多い、標高200メートルくらいの山々ですね。中心部はも岡駅の周辺。こう見てもやはりですね、 中心部にかなり、えー、宅地などは、川に沿ってですね、五行川に沿ってあったりとかしますね。まあ、ここが中心部ですね。で南側の区下の方とかもですね、発展が見られます。 で、絹川を通ってっていう感じになりますね。絹大橋で上三河との結びつき。南川は茨城県筑西市などとの結びつきが大きいというエリアになっております。はい。道の駅二宮が南川。侍東京博物館とか、南宮さん特資料館とかもあります。はい。ということで、えー、かしの紹介でした。